テレ東。11月のアメリカの大統領選挙まであと2ヶ月となる中、世論調査ではトランプ大統領が追い上げを見せています。全米を対象とした支持率ではトランプ大統領が 42.4%、 民主党のバイデン氏が 49.6% で、バイデン氏が 7.2 ポイントリードしているものの、激戦州といわれるウィスコンシン州など6つの州の平均ではその差が 3.3 ポイントに縮まっています。トランプ大統領は2日、激戦州の一つであるノースカロライナ州を訪れ、ウィルミントンをアメリカ初の第二次世界大戦の遺産都市に指定すると発表しました。選挙のテコ入れに利用する思惑もありそうです。This afternoon, my administration is formally recognizing the city's exceptional contributions to victory in the Second World War. It is my tremendous honor to officially designate Wilmington, North Carolina, as our nation's very first World War II heritage city. That's a big deal. 3日は東部ペンシルベニア州で集会を予定していて、激戦州を回って支持拡大を図る狙いです。一方、バイデン氏も激戦州での選挙運動を再開するとしています。2日デラウェア州で演説し、黒人男性銃撃事件があったウィスコンシン州を3日に訪れることを明らかにしました。And there's been overwhelming request that I do come because what we want to do is we got to heal, we got to put things together